願いします。あー、機械です。三郷町サテライト6号企業系、ありがとうございます。とりあえず今日、はい、あの三郷町、俺地元じゃん。サテライト6号って、まあ、ずっと前からあるわ。俺も知ってる。ギャンブルやってねえから、はい、一回も長入った時ね、はい、俺もまあめっちゃ初めてもうだから、あの長どうなってんのかめっちゃ気になる、ね、ちょっと気になるね、うん、なので今日はとりあえずサテライト6号さんの長耳でいきましょう、はい。マジでどうなってるか、ちょっとすごいね。多分気になってる方も結構いるはず。だいぶワクワクです、これは。はい、長早速行ってみましょう。行ってきます。よし。どう外観？やばいね。これなんか新しくね？めっちゃ新しい。なんか一回あれかな？改装。リニューアルしたの。改装した？リニューアルしたかな？分からん。喫煙室は外あります。ああ、いいですね。競輪とオートレース。二つやってんだね。二つやってるんですね。うわ、こんな感じなんだね。あ、ホテル見えた。本当だ。これ絶対実際に使ってるやつですよね。やべえね。すごくない？めちゃかっけえな。普通って多分このぐらいの大きさのバイクって多分もっとタイヤ太いよね。確かに。で、ちょっと見て。本当細いね。細いんで。めちゃかっけえな。いや、かっこいい。シンバル。今日のやつ。そうですね。今日のやつね。出ました。出走表ですね。これが今日ですね。ちょっともう先にいただいちゃいます。もうわかるそれ。ちょっとまだ読み方わかんないです。もう早速。今日のレースが。ね。なんかワクワクするね、こういう画面。G1 っていうの。すげえです。G1 すごいレース。サテライト6号って、あの競輪だけだと思うけど、はいはいはい、オートレースもあります。長、はい、中見てみましょう。あ、いいね。すごいね。いいね、快適ですね。ちょっとあのコミットしてるけど、うん、なんか夢なんか勝ちでこんな感じで見るの。あ、待って、ちょっとこれ遠目から見てちょっと様なってるよ。今日もやるんだ。10時25分からやる。あ、オートレースもちょっと気になるね。この角度やべえよ。角度やば、すごいね。なんかうちのお父さん結構バイク好きなのよ。あ、なんだ。で、昔絵描いた時、この絵描いてたこういう、こういう絵な曲がった絵描いてたから結構バイク好きな人はオートレースハマるんじゃないかな。ね、いいね。てか俺もうここさ来た時点でちょっとハマりかけてる、まあ、やべやばいね。めっちゃヒレ。うおやべくね。やばいね。あれも今日のレース場のモニターかな。多分あれが大型ビジョンで。やばいで、ここさバーって人来て、ちょっとこれすごくない？あ、楽しそうだな。いやー、かなりヒレな。ね、これちょっとすごいね。あ、で、なんか2階も見れそうだ。はいはい。ああ。わ、これはちょっとリッチな席じゃないですか、これは。多分有料席だと思うけど。あ、有料席。あ、いいです、ね。ちょっと後で上も行ってみよう。はいはいはい。ポスト。すげえやつ見つけた。お。ちょっと見てこれ。あ、来たっけ、新人選手。お、ちょっと田口雄介さん。田口雄介さんと中込健人さん。すごい、ね。すごい。だってほら、待って、俺より若いよ俺。田口さんで行けば、うん、練習地。お、6号地もうすぐ、はい、来ました、三郷町ですね。めちゃ地元で、中込さんも見て、もう超地元。おお、それは秋田県新人選手のすごいですね。あとこれ意外とすげえデータ入ってるよ、うん、見て太もも62センチ。いや、おかしいべ、太てやん。俺も結構あんじゃん。俺も62センチがありそうよ、うん、結構多分ね、あれ競輪選手向けです。意外と競輪いける感じだよ、足で。多分いけると思う。で、ほら登録選手も結構いるのよ。はい。あ、これだけいるんだ。そうあ、すごいね。競輪ってなんか階級あるらしいやん。はいはいはい。プロ野球でいけばこの SS がもうメジャーリーガーみたいな。あ、なるほどね。この森澤さんっていう人はもうメジャーリーガーの。あ、 S1 がプロ野球選手みたいな。なるほどなるほど、ね、A1 が
まあ、2軍、3軍、4軍みたいな感じ で、はい、女子もいるのよ。すごいね、加藤、加藤舞さん、舞ちゃん、舞ちゃん、舞もいるのよ。意外と秋田県の選手いるのよね、いるね。地元大天使のほら大曲農業高校競輪あるから、結構そこ入ってこういう風に活躍されてる方も結構いる。なるほどね、そうそう、はいはいはい。ちょっとなんかこれ応援したくなるね、こういうの見てね。大のらしい。あ、え、竹内さん大の、待って、2000年、20歳、20歳ってことは、20歳ってことはお酒飲めるね。そうだね、お酒は飲めますね。多分飲まねえと思うけど、うん、なんか本物の、まあ、おお、なるほどね、こういうユニフォーム着てるのね。サテライト6号って、ああ、オートレースの競輪だけじゃねえんで。え、何やんだと見てみて、うん、嘘だめ。1000円カット。はい、皆さん、サテライト6号髪切れます。次からここ来るから。すごい助かるね、あの YouTuber には助かるところだ、本当に。これもいいし。あのこれ目印です。はい、はい。アドビでまだあるよ。何、すごい。食であります。はい、食であります。で、食券見てみて。はい、はい、はい。ちょっと待って。安いよ。ちょっと待って、安すぎじゃねこれ。はい、290円。秋田県内で一番安いラーメンとうどん食えます。はい。それちょっと結構間違いないかもしれないね。これ間違いない。うん。ちょっと安すぎじゃないこれ。すごいよ。こんな綺麗と思うんですね。すごいね。びっくり、本当に。なんか大学の中みたいな感じするわ。ありました、ありました。有料席ですね。有料席。ちょっとここも特別に入っていて許可いただいてるので。行かせていただきます。行かせていただきます。お、あ、のれんありますね。のれんなのこれ。のれんの。横断幕。売ってんのかな。売ってねえべ。売ってるわけてる。ちょっと最後なんか盛り上がってほしいなって感じ。やばい。やべ。めっちゃ綺麗だけど。すげえな。ちょっとやばくね。ちょっとなんか、ちょっとすごいね。ね。想像以上の。何やってんすか、何やってんだ。あれ、ここ有料席だけど。君来れると。すいません。あ、はい、ちょっと気をつけて。すいません。ここ結構あの敷居高い人しか来らないから、すいません。誰でも来れる。すいません。ソフトドリンクあります。すごいですね。僕たち大好きコーヒー飲めます。じゃあ有料席来ればこれ全部飲めるか。飲めるんじゃない。飲めるの。例えばオートレース専用モニターで、はい、あ、本当だ、モニターでな。あ、そうか、上でもオートレース見るもんね。じゃあ、あ、で、ちゃんと販売機もね、ありますね、有料のところにね。はい、うわー、やばいよ。ちょっとさっきの景色をね、ちょっと答えてんかね、ちょっとしてやるよ。ちょっとこれやばくない？これちょっとビップ席だね。いや、あ、いいね、こうやって見れるのいいね。いいね。で、ここでこうやって見て、こうやって見て。じゃあ調子どうすか。いいよ、もう完璧だ。俺もよ、今日は30万ぐらい買ってるから。じゃあこの後教えてください。ああ、いいよ、任せる。俺あのここ毎日来てるからよ。うん、任せるよ、俺。うん、俺今退職金全部使っちゃったら、俺。怪事。思ったより綺麗だな。やばいね。本当大学の中みたいな。もう本当にキャンパス。こんなにしっかりしたって言えばちょっと失礼かもしれない。こんなしっかりした施設だ全然思わなかった。で、今回その企業案件なんだけど、一応施設紹介だけで終わりみたいな。はい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 。感じだった。ああ、なるほどね。うん、せっかく来たから。うん、かけてみて。ちょっと楽しくなってきた。ちょっとやっちゃうわ。うん、なんかやっぱ来るとワクワクするね、やっぱりね。ワクワクする。うん、ちょっとあの勉強しながらな。そうだね、ちょっと勉強しつつ、あの初心者の方でもこういうふうにできるよっていう、うんうんうん、あ、そうだね、うんうん、もしかしたらほら俺が大勝ちしてしまったらそうないなっていう人増えると思う。うんうんうん、だから今回の目標は頑張って勉強して大勝ちしよう。大勝ち、大勝ちしよう。目標30万。いや、100万、100万絶対取るぞ。